ドジャースの大谷翔平投手、30が19日のマーリンズ戦で史上初の50本塁打、50投塁を決めた50号について、米国の競売会社ゴールディンは25日までに、50号本塁打ボールを27日、日本時間28日から競売にかけると明らかにした。画像あり、人気モデルが絶賛、マミコ夫人のシースルー、ブラックコーデ。 注目されていた55ボールの行方史上初の50から50達成級だけに価値は高い。FOX 局電子版によると、球団が30万ドル、約4320万円、を交換条件に提示したが合意に至らず、争奪戦でボールを取った男性は保管する意思を示して帰宅したという。ゴールディン社の公式サイトによると、オークションは日本時間28日に開始。 入札は50万ドル、約7235万円からで、450万ドル、約6億5099万円で入札した場合は即決としている。ゴールディン社の公式 X では取得した男性が動画に登場。頑丈そうな小ぶりな金庫から記念球を大事そうに取り出すと、これがみんなが話題にし、探しているボールです。 これが大谷翔平が打って50から50を達成した実際の50号ホームランボールです。3本塁打、10打点で唯一の50から5、0クラブのメンバーになりました、と紹介した。ボールには大リーグの認証マークもついており、U と3の刻印もあり、おそらくこれまでで最大のオークションになるでしょう、とオークション開始が待ちきれない様子。 ボールにはバットで打った後なのかぐろい跡ともあり、ここがバットに当たったところかもしれない、と笑った。その後は、男性の背丈ほどのある特大の金庫に保管される様子も動画で流された。